最初の一つだけ私から申し上げることがあります。東京のオリンピック・パラリンピックの招致に向けたですね、スポーツムーブメントを一層盛り上げるために、東京マラソンが行われる来年の3月にですね、2つ割と大きなスポーツイベントを開催します。一つは3月1日に東京レインボーウォークというですね、関係機関の協力のもとにレインボーブリッジをですね、高速道路を封鎖して、お台場から芝浦までの約7キロを海を渡るウォーキング大会として開催して、5000人のです、参加者を募集します。レインボーブリッジの景観を楽しみながら歩けると思うのでぜひ応募していただきたいと思いますが、私もよく遊んですけどね、本当に東京のね、新なんか三景というかな、百景というかな、とにかく新しい景観の一つでね、とにかくあそこからね眺めると、出来たてのマンハッタン見るみたいでね、やっぱり本当に素晴らしい景色だと思いますね。ただね、高速道路ですかね、降りて見るわけにもいかないんで、いつも車のロードの走らせながら眺めてるんだけど、あれやっぱり歩いて渡るとね素晴らしいと思いますな。で本当はね、東京マラソンね、私お台場フィニッシュするならあそこをとにかくね一時封鎖して、レインボーブリッジを渡ってねフィニッシュするようにしたと思ったら、いや最後の最後に、ね、あんな急勾配な橋をね渡るのはね、とてもランナーに酷だってんで、違う橋を使ってねお台場渡りしたんですけども、それをですねゆっくり歩きながら、車通しませんからね、天気が素晴らしいと思うんだけども、眺めて歩いていただきたいと思います。2つ目は3月7、8日にですね、両日にわたって都庁の前の広場に雪をですね、敷き詰めて東京スノースタイルを開催します。これは世界のトップレベルのスキー選手がね、あそこに仮設ですけど高さ15メートルのクォーターバースからね、超高層ビル街に向かってこう、この間三宅でやったです、オートバイのねモトクロスにいて、急勾配の坂道をね跳ね上がってトンボ返りするっていうのかな、そういう生々しい演技がね披露されると思います。同時に開催している、これは猪苗代で大会が行われているんですけど、2009年の FIS フィスフリースタイルスキー選手権をですね、世界選手権を会場でライブでも中継しましてね、盛り上げていきたいと思ってます。一方横にも子どもたちがそり遊びなどできる、体験できる広場のですね、キッズのスノースクエアを開催しますので、この機会にですね、東京の都心でスノースポーツを満足してもらいたいと思います。詳細はこの後生活文化局から説明をいたします。私から申し上げる以上です。質問があったらどうぞ。はい、それじゃあ、すいません、早く手挙げろよな。アイメックス AIB の富田です。再宿舎の件なんですが、昨日西岡さんと青木さんと会われたようですけれども、どういった話をされたんでしょうか。要するにね、いろいろ、ね、時代も変わってきたし、拍手歓迎しましょうと青木さんから言われてね、私それ結構ですよと、それで西岡君も同意しましてね、ただやっぱりいろんな条件が加わってるから、要するにあそこ西部がですね、いろいろ土地持ってってね、西部そのものをなんか今のホテルを壊して大開発する、再開発するみたいですからね、それとの兼ね合いでね、土地をスワップできる可能性もあるでしょうし、その他この他ですね、もともとあそこにこう、ホテルニューオータニと並行したねブランドの商店街を作りたいということだったから、そんなもん含めてね、とにかく地区計画の再考して、それに合わせてですね、考えましょうということで。この後三者協議もあるかと思うんですが、そこでまた、そうですね、区長も含めて東京もね、こういう案がありますよ、ありえますよと5つぐらい案を作ってあるんでね、それからまたね、もともとそういう案もあったみたいだけども、九段の方にですね建て前するっていうのかな、それも一つの
選択肢じゃないんでしょうか。はい、それとあとすみません、ちょっと違う話なんですけれども、今日ですね、毎年恒例の今年の世相を表す漢字というのが発表されまして、興味ないんだよ俺は。そうなんです、非常に短絡的でだな、いろんなことがありましたからねまあそれはだけその好きな人に任せたいんだよ。だからお坊さんがいつもやるらしいけども、で何だってお坊さんは今年変化の変という字が 変じゃない、むしろ乱じゃないかこれ、乱れてきたんじゃないの、いろんなことが。いや私乱とも言いませんよ。知事が今年を一文字表すと、いやらない、そういうことは私はもっと高等な文学者ですから大変の件じゃないですか。大変な一言ってね、なので一言で くれるもんじゃない世の中って。まあいいや、それはお坊さんお坊さんってさ、まあ思惑があったりみんなもそれを他としてるんだから。 ありがとうございます。はい、どうぞ。テレビ朝日の久慈です。また参宿舎の件でまた来たんですけど、古田知事言っとけよ、ちょっと考え間違い、いい考えで言うなって。お嬢ちゃん以前もちょっと岸田さん、今回その白紙撤回になるとですね、すでにこう調査費などで1億6000万円ぐらいすでに、まあ、税金でお金を使ってまして、まあ、もちろんこれ東京都が出すお金じゃないので、国側の話になるんですけれども、新しいものを建てるということになった場合でもですね、これまでのその1億6000万こう無駄なことになってしまうということについて、石原さんというか東京都の側からそれはどんなふうに考えられますか。その東京都の側ってそれはその国費を使うわけでしょ。国民の側から物を出したらいいじゃない。国民の側からなんですけども、まあ、大体この時代にね、せっかく緑を潰してたね、目の前にあるもはるかに高いものを作るってちょっと乱暴なんなんじゃないのかね、これどこからできるか分かりませんよこの案がね。はい、そういうことです。今日さ昼過ぎにですね、参議院の方が会見やりまして、昨日その青木さんと飲食家さんと知事の間でこう話し合いがされてですね、これからいい方向に向かうんじゃないかというようなお話があったようなんですけれども、いい方向ってどんな方向、いやどういう方向かよくわからないんですけども、そのいい方向に向かうといっても、まあ、今申し上げたようにそのお金はかなり無駄になると思うんですけれども、お金無駄にしてもこういい方向だとい こう参議院の考えがない。いや、まあ、しかしそれあなたね、1億6000万か何かかかったかなんか知らんけどね、それをそのまま生かすためにだね、森潰すっていうのもね、あなたやっぱりそのなんていうのかな、本当のトレードオフになるんですか。そんなことを考えればね、金目の問題じゃないと思うよそれは。まあ要はね、断っておくけど古田地区に言っといてくれよ、僕はだな、要するに参議院の宿舎を建てることはね、国民を参議院が決めることはね、ただやっぱり東京が緑の計画を要するに進めてるときにね、森は潰せないでしょうということを申し上げただけでありますからね、私は何も参議院の宿舎に賛成したり反対するわけでもない。基本的に東京は東京の ただ東京の立場で申し上げたわけです。はい、はい、どうぞ。毎日新聞の木村と申しますけども、新銀行東京について2点伺いたいんですけども、はい、1点目が今日の衆院本会議で金融機能強化法が、成立の見込みだと思うんですけども、これまで、新銀行はですね、公的資金の注入に関しては今そういう状態にはないというような、それを要望する立場ではないとね、ということなんです。現状 の、今の石原知事のですね、この法案の評価とですね、あと、これから新銀行が言っている通り要望しないということが続いていく、経営の自信というかその再建の立て直しに自信があるのかどうかっていう、いや自信がなきゃそれは銀行としてもだねこれを機会にだね、公金注入するって意思を持つかもしれんけど、とにかくね、水平飛行が上昇してきましたし、それからこれから先にちょっと私もいくつか、思いがけない案を考えてますが、それは君らの想像力が余るかどうか知らんけども、そんなもの含めてね、ああいう付帯決議がついたことですし、それを大いに生かしてたね、国がほとんど手を染めてこなかった零細企業の救済には、ね、大いに法律を役立ってもらいたいと思うね。だ一体誰がね、要するに法律を活用するかって、結局ね、大手の銀行がね、大手の会社を対象にした形で運用されないんじゃないの。それはやっぱり諸君が監視した方がいいよ。
底辺でアイドル仰いでる人たちの方がよっぽど苦しい思いしてるんだから。まあ、紆余曲折いろいろありましたけども、まあ、じゃあ 法律がまあ成立すること自体は歓迎するということでよろしいんでしょうか。いや歓迎するもしね、私関係ないもんなもん。やったらいいじゃないですか。本当に奨励最近困ってるんだから、そのためにね、要するにせっかくつった法律だから、大手 その企業じゃなしんだね、大手の銀行は大手の企業にその要するに助けるためじゃないし、本当にマイナーな人たち助けるためにね、運用してもらいたいね。それは国会の管理責任なんじゃないか、監督責任なんじゃないのかな。あともう一点なんですけども、あの今日あのその新銀行の元行員の方で、あの新銀行から、まあ、あの機密保持をですね、あの入行時に制約したのに、まあ、それを破って、まあ雑誌やテレビにあの、まあ、その機密をまあ漏らしたというようなことで、あの損害賠償を求められて、あの裁判を訴えられた方がいるんですが、その方がちょっと記者会見をしまして、でまあ、あのその訴訟そのものがまあ不当であると、まあまあ、訴訟そのものについては私これ云々する必要ないしね、成り行くあなた方は記者として眺めたらよろしいことだね、私はここでねその是非を論ずる立場じゃないでしょう。常識で考えて質問しなさい君。あなた弁護団の方がですね、あの今後いやそれ知らんって、あなた方それ私訴訟の展開によっては、まあ、知事も証人にですね、あの要求するという可能性もあるということをおっしゃったんですが、まあ、あそれは 何の件についてです。私証人で要望されるか分かりませんけど、これから先の話じゃないですか。ただ私はね、その銀行の要するに業務の運営についてはね、その精通もしてね、それを監督する立場にありませんからね。はい、どうぞどうぞ。新宿新聞の木田です。新銀行のことなんですけれども、新銀行が9月末時点でですね、中小企業の貸し出し融資残高が 34% に過ぎないと。それあなたね、再三出てる質問だけどね、体力がなくなってるんだから、今はね栄養をつけてね、要するに力をつけてね、当初の目的である零細企業に融資のできるような体質を作らないとね、パーセンテージが少ないですけど、今ねこの時期確かにあの銀行の意味合いってのはもっと大きくなったと思うけども、今ね要するにその倒れるか倒れるか分からない零細企業にね、相手によっては貸す必要があると思いますよ。しかしそれはきちっと精査しなくちゃいけないしね、精査すればね難しい問題も出てくるでしょう。ですからね、私たちもともと零細企業のために作る銀行ですから、それはそういう機能を果たすためにも今ねやっぱりね、もう一回力つけて栄養つけてね、立て直さない限りね、当初の目的遂行できませんから、それは残念ながら今ちょっと我慢していただきたい。だからせっかくあれじゃない、国はですな、金融機能強化を作ったんでしょう。だからそれを全然よく運用してたね、日の当たらない零細企業にこの時ほどね救済の手伸びてもらいたいよ。保証協会が 100% 保証するっていうから、こんな楽な融資ないじゃないか。はい、はい、じゃあ